どうもアメジンです。今日、僕の専門について話したいと思います。僕の専門は日本学です。日本学って何？あ、いい質問ですね。日本学とは日本語、日本の文化について研究する専門です。日本学を勉強する人は、最近だんだん増えていますが、多くの人はオタクです。僕は全然オタクじゃありませんけどね。日本学の研究者は何の仕事をするの？と思う人は多分いるでしょう。実は今日ね、その質問を答えたいと思います。卒業したらいろいろできますよ。多くの人は、JET という英語を教える会社に申し込みます。そして多くの人が断られます。こんな ALT の仕事がたくさんあるんですが、 JET は日本政府のものですから収入は高いですよ。他のは INTERRAP、ALTIA などです。でも ALT の仕事しかないわけではありません。英会話の仕事も可能です。イオンとか、こんな仕事なんか辛そうなんだけど、収入はとってもいいらしいです。そして JET や INTERRAP より場所はめっちゃ良さそうです。3番目のできる仕事は仕事じゃないです。大学院です。大学卒業ができたら大学院に行けるようになって、日本学と全然関係ない専門にすることができます。言語学とか、これで別の仕事できるようになります。そして収入が増えます。大学院できたら労働の仕事じゃなくて教授になれます。もしアメリカの公立学校で働けたら教員免許が必要です。この免許も高いです。また私立学校でも働けます。アメリカでも日本でもできます。そして T 層の免許が必要場合もありますから、取った方がいいと思います。アメリカの政府の仕事もできますが、だいたい日本語能力試験1級合格が必要です。アメリカ政府によると1級はペラペラです、まだまだ。つまりあなたは日本学専門の方だったら頑張ってください。僕の考え方はこうです。大学院に進学して教授になることは一番いいと思います。それしたら日本の大学に勤められるようになります。はい、以上です。もし日本学の方がこの動画を見ていたら、ぜひぜひ自分の経験をシェアしてください。日本学の専門じゃない方の意見やコメントもよろしく。はい、バイバイ。 Peace guys.